中部電力が新しいタイプのの原発の開発開に参入です中電はこれまでの原子炉より出力の小さい小型モジュール炉の開発を手掛けるアメリカのスタートアップニュースケールパワーに出資することを明らかにしました小型モジュール炉はこれまでの原子炉より安全性や経済性に優れているとされ日立の合弁会社や三菱重工なども開発を進めています 中電の佐藤宏樹専務執行役員は脱炭素社会の実現に不可欠な原子力発電の持続的な活用に向けあらゆる選択肢を確保していくことが重要だと述べました。